主力となる汎用型モビルスーツは味方と連携して前線を構築、敵を足止めすることが大事。敵の強襲型から味方の支援型を守ってあげてね。モビルスーツの足が壊れるとまともに移動ができなくなるから、脚部の損傷と負荷には常に気をつけてね。逆に敵の脚部はガンガン狙ってこう。重要になるよ。中継地点を制圧すると前線の維持が楽になるんだよ。中継地点制圧したよ。
攻撃の効果あったみたい。今が攻めの日だ。